スインガー TV、スインガーです。ということで、本日の試合、ついはロッテマリーンズ対北海道日本ハムファイターズ。結果は、3対1で、マリーンズ、ヴィクトリー。はい。エスコンフィールド、1年ぶりの勝ち越し成功。おめでとうございます。はい。いや、ラッキーっすよ。今日の試合は本当に。まあ、今日の勝利によってね、今までね、勝てた試合、何試合かあったと思います。何試合かは、帳消しになったんじゃないかなと思います。苦手なね、エスコンフィールドで2勝1敗、これはようやっております。はい、ナイス、はい。はい、ということでね、試合の方を振り返っていきましょう。ということでね、まあ、試合を振り返るんですけども、私ね、今日ね、あんま試合見れてないんですよ。ちょっと残念ながら、なんか、途中途中ちょっと見たり見れなかったりとかで、あんまり詳しい試合内容はちょっとわかんないところもあるんですけども、まぁ、あ、ちょっとね、振り返れるところは振り返っていきたいなと思います。今日の先発ピッチャーはナンバー29、ユージリ・ニシノでした。はい、今日の西野選手ですね、7回84球、被安打4、三振3つ、フォアボール2つ、失点1ということでですね、まあ、全体的に見ると、尻上がりといった内容でした。はい。割と序盤とかはね、フォアボール出したりとかね、結構苦しいピッチングだったんですけども、6回、7回は三者凡退ですから、詳しいね、球筋とかは、ちょっと、そういうところまではちょっと見れてないんですけども、まあ内容としてはね、非常に良かったんじゃないかなと思います。大体西野選手の悪い時って立ち上がりから結構フォアボール出して、球数投げてしまうっていうのが、西野選手の悪いところだったので、結構ね、2回以降は立ち直ってみたいな。まあでも今日はね、味方の素晴らしいプレーがね、何個かあったのでね、荻野選手のダイビングキャッチとか、三塁ランナー、磯畑選手の、本塁ホーム阻止だったりとかね、あって、味方の、守備にも助けられたような、感じがしました。とりあえずね、西野選手ね、まあ良かったり悪かったりっていうような内容が続いてるんでね、まあ今日はね、本当によく投げれたと思います。はい。で、ナイスピッチングです。はい。はい。ピッチャーの方振り返っていきましょうか。2番ってなんと、来日初登板、ジミー・コルデロ選手がね、登板しました。はい。先頭にね、ヒット許したものの、その後はね、まあ、ランナー2塁とピンチを背負いましたけども、ランナーを返さずと、はい、無失点ピッチング、ストレートが、さえ渡りました。コルデロ選手、ナイスピッチング。はい。で、今日はね、増田選手ではなくて、沢村選手が登場しました。沢村さんね、昨日はね、フォアボール出してしまいましたけども、沢村選手まで三者凡退で昨日ね、言ってしまいましたが、今日はね、正真正銘の三者凡退で、無失点と。で、沢村選手が今日は試合を締めくくったということで、髪もね、明るくなって、結構個人的にはお似合いじゃないかなと思ってます。はい、沢村選手、本日もナイスピッチング。はい、打線の方はですね、今日は、先制されたのは日本ハムだったんですけども、5回の表、2アウトとね、なってしまうんですけども、そっからね、3連打です。はい、藤原選手ヒット、ベイアンライトへのツーベース。そう、今日ね、ベイアンがめっちゃ良かったんだよね。はい、なんと今日5打数4安打です。打率をも3割3分1厘ということで、ベイアン絶好調です。はい。まあ、エスコンでね、ホームランも打ったりなんかして、いやー、ベイアンの力は偉大すぎるよ。はい。とりあえず、ベイアンナイスピッチング。ベイアンナイスバッティング。はい。影のヒーローです、今日は。はい。からのね、2アウト2、3塁で、中川こと、小川選手がレフトへの逆転タイムリーヒットで、2対1と。はい。小川選手は、今季初ヒーローインタビュー。ビジターでは初めてのヒーローインタビューですよね。確実に。はい。今日は小川選手ヒーローインタビュー一人占めということで。まあ、ビジターだから一人だけども。はい。バッティングがね、光りました。ナイスバッティング。それと、はい。今日はですね、一軍に登録されたばかりの安田選手がスタメンで、6回の表、ワンアウト2塁からセンターへのタイムリーツーベースで3対1。あれ、低めのね、多分見逃したらボールですよ。そのボール球をね、コーンとね、下半身をうまいことね、使ってのバッティング、あれはね、すごい光るものがありました。安田選手、ナイスバッティングでした。はい。いや、よかったね、本当に、安田さん。いやー、いいね。うん。これをね、継続していきましょう。はい。藤原選手、安田選手、
山口選手もそうなんだけども、継続していきましょう。もうそれだけです。いいバッティングっていうのはね、もう1、2年目の時からも見てるので、はい。あとはもう継続あるのみです。はい。といったところでね、今日もね、なんやかんやね、2桁安打到達してるんですよ。11安打、3得点ということでね。聞こえは良くないけども、まあ、勝った件いいでしょう。はい。ということで、日本ハムファイターズ戦、エスコンフィールドでまさかの勝ち越しということでね、嬉しい誤算でした。まあ、当初はね、まあ、一生勝てたらいいんじゃねえかなって思ってましたけども、勝ち越し、これはもうナイスすぎます。はい。今日は本当にナイスゲームでした。はい。はい、明日はね、ベルーナドームです。はい、中、挟みません。急にね、埼玉に戻るんですけども、明日は今井選手と小島選手です。はい、多分ね、厳しい戦いが、繰り広げられると思います。マジで、小島選手頑張ってね、本当に。ホームランだけはね、打たれないように、うん、よろしく頼みます。あと、無駄なフォアボール、そこをちょっとやめていきましょう。勝負してのフォアボールはシャアなしとしてね。はい。失投球だったりとかね。球が上ついたりとかね。はい。そういうのは本当にやめていただきたい。はい。まあ、あとはね、今井選手は本当に素晴らしいピッチャーなので、もう一か八か、もうそこしかない。まあ、投手戦になれば一番いいかなって思ってます。はい。ということで、明日も勝ってね、3連勝を目指していきましょう。以上、スインガー TV でした。